牛脂食べたかい？え、すき焼きに牛脂使わなくない？すき焼きに牛脂使うか。最初牛脂を焼くと美味しいんだよ。え、知らなかった。あ、そうなんだ。え、なんか私はね、肉の油結構好きなの。脂身。大好きなの。でもお母さんがね、あんまり脂身好きじゃないんだよね。お母さんは赤身が好きなの。赤身派なんだよ。で、私は脂身派で、よく交換してたの。なんか豚の、なんか周りってさ、油が固まって、ビロビロついてるじゃん。そこをね、私の赤身とママの脂身で交換したりしてた。安い肉でも高い肉の牛脂で油出して焼くとうまくなるよ。へえ、あ、そうなんだ。やったことないな。でも今日食べたすき焼きは美味しかったな。マジで美味しかった。スパイファミリー見ながら食べたわ。いや、てかね、昨日さ、出かけたの私。ママと出かけたんだよ。買い物ってやかなんかショッピングしたの。で、久しぶりに結構長い時間外にいたんだけど、コート着るじゃん、やっぱ冬だからさ。で、結構重めのコートを持ってたのよ、ずっと手でね。買い物するときにお店って結構暑いじゃん。暑いからな、コート熱って思って、コート手で持ってたのよ。左手で、ね。ずっと持ってたの。で、今日コートが重すぎて、多分コートのせいでめっちゃ左手が筋肉痛。やばい、やばくない？ちょっと私これなんか体力がやばいのかな。コートで筋肉痛なんだけど、運動してなさすぎ。いや、そんな気がした。ちょっとこれは体がやばいなって思ってきた。そう、 G プロ以上のもの持たないからね普段。特に左手だから、左手ってさ、キーボードしか入力しないわけよ、私。普段の生活で。キーボード触ってるだけだからさ、持つことも、Gプロすら持たないんだよ。で、昨日ね、その買い物してる時に、ずっと左手で重いコートを持って、右でちょっと荷物を持ったりしてたんだけど、右手は平気なんだよな。なんでだろうね。